石原和三郎石原和三郎のレリーフ、群馬県緑市、旧花小学校記念館屋外展示。石原和三郎大正11年1月4日は、作詞家、郷二緑郷万岳。上野国世田郡東村花輪に、父、伝六、母、佐田の長男として生まれる。1877年に13歳で女子教員となり、 1891年には、群馬市販学校を卒業、郷里の花小学校校長に任命された。1894年に、小学校科集中会を出版。同年11月、東京高等市販学校付属小学校訓導に転出。1900年に、東京講師付属賞を辞め、不参謀に入社。坪内商用の下で、 小学国語特本編纂に携わった。この年から石原作品を多く載せた幼年小華が順次出版され、うさぎと亀、花咲樹、金太郎が世に登場する。1905年には彼の長編ものの代表作といわれる東京地理教育電車小華が発行される。また、不参謀発行の少年世界文学には童話、六遊詩を書くなど、 著書も多い。1922年に1月4日に病没。万516歳没。郷里の東村には1989年、石原の業績を記念した同様ふるさと館が開館した。また、1991年には、同郷の詩人、画家である星野富弘による絵柄で、うさぎと亀の切手が群馬県内限定で発売された。ありがとうございます。